こんにちは、そっかじの久保です。えー、森氏、女性別詞発言、批判に不満と書いてますよね。本当の話をするので叱られるということで、いや、本音を話して何が悪いんだっていうふうにもう開き直ってると言いますかね。まあ、この人ってのはもう完全にね、頭はこういうふうになっちゃってるんですよね。だから、周りの人が、森さん、 森先生、よいしょよいしょってやると、人は勘違いを起こす。まあ、どっかの国の総書記みたいな感覚なんでしょうかね、この人は。いや、あの、社会を維持するためには、全員が本音を語っていいんでしょうか美味しそうなものがあるから取ってきた。本気できていいんでしょうかやっぱり、社会秩序を維持しようと思ったら、本音は、こうなんだけども、これを言うとみんなが嫌な思いするだろうから、だから建前で、建前論でいこうかなっていうので、なんとなく維持されてる部分ってあると思うんですよ。もちろん、 本音で話さないといけないタイミングもありますよ。ですんで、本音と建前を上手に使い分けることによって、多くの方と、社会ってものが維持されてると思うんですよね。でも、女の人を差別するような発想が浮かんだからといって、そのまんま自分の本音のままに女の人をね、差別するような発言をして何が悪いんだっていうのは、これ全然違いますよね。じゃあ、足が不自由な人、手が不自由な人、精神的に不安定な人に対して、 君はこうだよねっていうふうに本音で思ったことを語ってその人を傷つけることがこれ本音で話をするので叱られるっていうふうなこの自己正当化論にどういうふうに考えられるんでしょうかね。やっぱりこの人は勘違いをしてるんじゃないかなと思いますし私はあんまりね本音で話そうぜっていうふうな瞬間は本音で話していいと思いしすけども 本音のの話をすすするるで叱られるみたいいいいななここととはねね全然思ままよよ書て本当の話を政治家がしないから世の中おかしくなっているって。ね。なんかまるで自分だけが正常で自分以外がおかしいっていうふうな解釈になりますよねこれね。じゃあ政治家さんがねあの自分が当選したいからお金をばらまいてでも票を買いたいんですっていうふうに心底思っている人がいてそれを表現したら世の中正しくなるんでしょうか むしろ考えてることを表現したら、そういうふうなおかしな流れになって世の中がおかしくなるんじゃないですかね。やっぱりね、本音と畳はちゃんと使い分けて、そして正直でいるべきところは正直でいる。なんか言いにくいことがあっても、釈明するべきは釈明する。その使い分けで世の中って成り立つと思うんですよ。とてもじゃないけども、この森吉郎さんね。 本当になんか、総理をしているような人間じゃないんですよ、この人は。うーん。まあ、なんと言いますかね、なってはいけない老人像がここにありますよ、これは。はい。もっとね、辛辣な言葉を浴びせたいところですけども、YouTube の規約という面もありますし、私の人格がか疑われてもいけないんでね、ここは本音を隠して、建前で、そこそこの罵声に留めておきますけども、森さん、もうちょっと考え方、 改めた方が、多分人生の見え方は良かったと思いますよ。もうなんかね、裸の王様なんですよ。はい。森氏はパーティーで首相在任中の2000年に日本は天皇を中心にしている神の国と発言し批判されたことについても何が悪かったのかさっぱりわからないっていうね、要するに理解力がないんですよ。この人はね、頭がね、うん、この何が悪かったかさっぱりわからないということで <laughs>、他の人の気持ちなんて考えないし、自分が 本音で話したら全部が正当化されるっていう風に勘違いしちゃってるんですよね。私を潰せということだったのだろうと振り返った。その通り。いや、あなたはね、潰されて当然の人間なんですよ。うん。それはやっぱり正確に難ありなんですよ。人格に難ありなんですよ。で、それが未だに続いていて、本音の話をしたら叱られるみたいなね。じゃあ叱られないように、使っていい本音と使っちゃいけない本音っていうのを使い分けていかなくてはならなかったんじゃないですか ということで今回は以上です。森さん、あなたはやっぱりね、うん、発言者としての器はないんじゃないかなと思いますよね。